第53回日刊スポーツ杯 G3 オールレディースの優勝戦予想を始めたいと思います。それでは日刊スポーツ湯田坂記者、予想をお願いします。お願いします。まずは侵入からお願いします。侵入ですけど、まあ、オーソドックスな3対3のスタイル、バックナインスタイルですね。土屋輝明選手が若干フィット離れいいんですけど、多分優勝戦に入るとできるまでは至らないかなと。では次にモーターの評価をお願いします。ここはあの枠コース関係なくお願いします。足の総合評価でいうと、この5枠の水野選手が総合的には全部整っていて上位級ですね。で松本、2番手が松本選手といった印象です。で西村選手は出足が良くて伸びが中堅で、平田選手、土屋千秋選手は両方とも中堅いっぱいという感じですね。で6号艇土屋美咲選手は、整備を施してから出足は良くなってるんですけども、伸びはちょっとこのメンバーに入ると見劣ります。はい、では1マークの展開予想をお願いします。まあ、枠なりの3対3で、スタートの切れ味が一番いいのがこのセンターの3号艇平田選手と4号艇土屋千秋選手で、攻めてはいくんですけども足的には中堅です、はい、なので松本選手がその間にイン先前と、うん、これはあのもうまくり切るっていう足まではないまではないですね、ですね、はいはい、よっぽどスタートで、まあ、本当にドンっていかない限りはちょっと難しいですね、はい、でそうですね、まあ、ただ、この3号艇4号艇の土屋選手と平田選手がスタートで踏み込んでいけばいくほど、この水野選手にまくり出し この隙間ができると、はい、で足的には足の総合的には水野選手が一番抜けてますので、このままもしかしたら突き抜けまでと、5コースからのあのまくり出しですね、頭まで、はい、はい、では次にフォーカスをお願いします。まあ、本命松本選手が当然先前で逃げて、まあ、水野選手のまくり出しどこまで迫れるか、ただこの逆転までちょっと抑えてはみたいですね。まあ、厚めに買うのは1号の方なんですけど、はい、で、3着出足のいい西村選手とスタートいった土屋千秋選手の残しと、はい、でこの穴でしたら、土屋選手がもしスタートドンですね行った場合の水野選手のまくり出し突き抜け、この場合ちょっと点数多くなるんですけど、はい、5、4、4号でちょっと全部流してほしいかなと。これはあれですね、あの4と5番が行った時にも6番もついてくるて、そうですね、はい、ありがとうございました。はい、最後に優勝戦の見どころをお願いします。そうですね、松本選手が、去年の11月桐生のこのレディースチャレンジカップで1枠で優勝しましたよね。1枠であの時に、まあ、遠藤恵美選手にまくられてしまったんですけど、はい、そのリベンジの込めての逃げと。そうです ね気合いは入ってるでしょうね。そうですね、で同じ失敗しないと本人も言ってましたので、はい、まあ、今年2回目の優勝ですねに飾ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。以上をもちまして日刊スポーツ記者による予想を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。